履いた時にこっちから見える角度で大きい窓が見えないように設計してもらったので、その外観お気に入りです。なんかインスタとかで見るすごいおしゃれなお家とかはやっぱりなんか玄関と並びにあんまり大きい窓がなくて、なんかスタイリッシュな感じが良くて、それで、いいなって思いました。もともと1台入れる予定だったんですけど、はい、立ててる間に免許取ってね欲しくなっちゃって、はい、きついんですけど2台分だとね、やっぱりバイクをいじったりした時に手が汚れるんで、はい、手洗ったりとか、そうです、やっぱりつなげて欲しかったのがあって、はい、雨で外回ってガレージに行くと濡れちゃうのが嫌だったんでちょっとつなげてもらいました。靴履いたりとか、はい、腰掛けたりとか、ちょっとなんかもうブーツ履いたりする時とか、なるほどなるほど、いいですね。結構使ってるよね。でここの斜めかまち、斜めかまち、はい。ですけど、ここかませたんだよね、ベンチに。うちも行けるように。一応ね、斜めが最初提案されたのは反対向きの斜めだったんですけど、なんかこっちの方が便利かなと。アウトドアの汚れ物はそっちに置けるように。靴箱があって、パントリー。あ、すごい。日常とか回ってる時に、結構その玄関土間パントリーっていうのがあって、うん、いいなって思います。買い物で結構そのままパントリーに。重たいものとか持っていける。はい。もともとランドリールームが欲しくて、はい、外が砂ぼこりがすごい地域なので、で共働きなので、はい、ね、欲しかったランドリールームつけて、どうせだったら、こっちで脱いですぐ洗濯できて、で干して畳んでしまう。全部一箇所で。なんか。濡れたものをよいしょよいしょって運ぶのが本当にないので、カゴもいらないですし、もうそのまま出して干すできるので、確かにすごいいいです。なんかこの壁と壁で囲まれてて、この棚がある、2段あるっていうのがやりたかったんですよね。トイレの手洗いと専用で、スポットライトと床と棚と、はい、少しでも広くしたいので勾配天井にしてちょっと空間を広くするみたいな、うん、で梁で木のぬくもりって感じられるようなのが良かったんだよね。無垢の床もそうだ、こだわりポイントですちょっとここで座ってここでも座れてテレビ見れるみたいな感じがちょっとやりたかったんで、あとは下も収納にしてあるんですけど、はい、ちょっとでも収納増えればいいかな。今はペット用品とかブランケットとかっていうのを入れてます。子供が生まれたらベビー用品とか入れたくて、おむつがボンってそのまま入るようになってるよね。はい、がちゃんと入るように、その高さは確保してあります。詰め替えなきゃいけないちょっとあれなんで、確かにこうしてる時は。なるほどなるほど。なんかこの想定は、はい、小学校とか子供が小学校とかになった時に家庭訪問とかで急になんか片付けなきゃいけないとかの時に全部物を詰め込んで入れられたらいいなって思ってドアつけました。いいですね、確かに。見えなきゃいけない。
がいいなって思ってました、うん、もうアパートとかでね、あの料理するとき狭くて、もうどいてどいてって喧嘩ばっかだったんで。でも2人でやってて運んでる、運ぶ作業とか食洗機お、はい、ミイレ入れました。おミイレの食洗機が入ってるんですね。あ、しかも服型の、あ、結構大きい。あ、すごい、すごいいいです楽だよね、うん、弱いなしでできるのがポイントだったんですけど、はい、一番のね、もう本当にあのカレーのこびりつきとか、なんかカピカピしてるやつとか全部落ちるよね。え、結構何でもポンポン入れて、うん、落ちちゃう、うん、最高です。最高だ、すごい入れてよかったです。国産のもね、ちょっと見てみたりとかしたんですけど、やっぱりちょっと妥協できないねってなって入れましたなるほどパンタリーの中に、はい、じゃあここに出す予定だったんですけど、はい、あのガレージのシンクの壁排水の関係で、ちょっとこの壁が、うん、ここをちょっと吹かさないといけないって言われたんで、その分ちょっとずれてずれちゃって幅が狭くなっちゃって、うん、そしたらあの営業さんにまた、じゃあこっちちょっと空いてるので入れるのはどうですかって提案してもらって入れたんですけど、すごい良かったです。やっぱなんかちょっと生活感が少しでも隠せるっていうのがすごい良くて、ね、ぴったり入ったので、ぴったりポカポカ気持ちいいな。冬でも暖かい極暖の家大好評。アルネット。